国際連合経済社会理事会は国際連合の主要機関の一つ。経済及び社会問題全般に関して必要な議決や勧告等を行う。日本語略称は軽車理。経済社会理事会は国際連合憲章第10章の規定により、経済問題と社会問題、労働、文化、教育等を担当する。 機能委員会や専門機関の調査報告活動を受けて必要な議決を行う。また、教育と保健状態の改善、人権と自由の尊重について勧告を行う。その他、国際連合主導の国際条約の枠組みについて作業を行う。経済社会理事会の理事国は54カ国で、国連加盟国の中から国連総会によって選挙される。 理事国の任期は3年で3分の1ずつ毎年改選される。国連発足時には理事国数は18カ国であったが、国連加盟国の増加に伴い、1963年の国連憲章改正で27カ国に、1971年の改正で54カ国に増やされた。地域グループごとに議席数が割り当てられており、その 割当て数と2020年現在の理事国、各国の任期満了年は次の通りである。国連本部にある軽車理の議場、スウェーデンが寄贈し、スウェーデン人のスベン・マルケリウスが設計した。軽車理は、毎年、原則として、組織会期と実質会期を開くこととされている。軽車理の会期は、手続き規則上、他に定めをしない限りニューヨークの国連本部で、 開催されることとされている。軽車理の会合は原則として、公開で行われる。定則数は3分の1である。隔離時国は1票の投票権を有し、理事会の決定は、出席し、かつ投票する、理事国の過半数の賛成によって行われる。ただし、これまでの観光として、できる限り投票による評決を避け、コンセンサスで決議を採択する努力がなされている。 傾斜者里の公用語は英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語、アラビア語であるが、そのうち英語、フランス語、スペイン語が作業言語とされている。会合の通訳は公用語で行われ、すべての決議その他正式な決定は公用語で刊行される一方、議事録は作業言語で作成される。毎年最初の理事会会合において、理事国代表の中から、 議長1名と副議長4名が選挙される。議長と副議長により、ビューローと呼ばれる役員会が構成される。なお、議長は5地域グループの公平を考慮して、ローテーションで選ばれ、副議長は議長を出した地域グループ以外の地域グループから、それぞれ選ばれる。国連事務総長は、軽車理の必要とする人員を提供するなど、会合に必要な体制を整える責任を負い、 国連事務局は次の業務を行う。理事会は次の下部組織を設置することができる。現在設置されている下部組織は次の通りである。国連憲章57条の規定により国連と連携関係を持つ国際機関を専門機関という。経営者里は専門機関との関係で次のような権限を有している。ありがとうございます。